のんのんビオリは、アットによる日本の漫画作品。角川の月刊コミックアライブにて2009年11月号から2021年4月号まで連載された。とある田舎の学校、朝日川家文庫に通う生徒たちの日常を描いたコメディ漫画。作者の読み切り作品である、とことこを全身に再編成して作られており、基本的な設定は同じである。 また、作者の過去作品の登場人物が登場することがある。基本的には1話完結。2018年11月時点で、累計発行部数は175万部を突破している。本編完結後は、番外編、のんのんびよりリメンバーが、同志の2021年7月号より短期連載中。メディアミックスとして、テレビアニメが3期。 劇場版アニメが一作制作された。両親の仕事の都合で、東京から引っ越してきた一条ホタルは、小中平節校の朝日川文校に転入することになる。しかし、そこは自分を含めて、全校生徒がわずか5人の学校だった。道路には、牛横断注意の標識があり、バスは5時間に1本しか来ないほどの田舎での、一条ホタル、内レンゲ、 腰ヶ谷夏海、腰がや困り谷小貝、腰ヶ谷桜文工生徒の日々の光景を描く。基本的にサザエさんやドラえもんなどのように季節が変わっても時空が進まない世界観であったが、最終話では宅の卒業式が描かれ、しおりに妹が生まれ、しおりが小学1年生になるなど時が動き始めるところで物語をたたんだ。声の子は、 アニメ版の声優。2013年10月から12月まで、テレビ、東京他にて放送された。また、2014年7月23日発売の、原作単行本題七巻特装版に、OVA が付属している。第1話は、原作と異なり、ホタルが転校してきたところから、物語が開始する。2014年4月6日には、 第2期の制作が発表され、2015年7月から9月まで、ノンノンビオリリピートのタイトルで放送された。また、2016年9月23日に発売された、原作単行本題10巻特装版に OVA が付属している。2018年8月25日には、劇場アニメ、劇場版ノンノンビオリバケーションが公開された。 興行収入は1億9000万円。2019年5月11日には、第3期の制作が発表され、2021年1月から3月まで、のんのんビよりノンストップのタイトルで放送された。監督は、川面真也シリーズ構成は、吉田玲子。キャラクターデザインは、大塚舞。音楽は、水谷広美。アニメーション制作は、 シルバーリンクがそれぞれ担当する。川物監督家で可愛らしい背景、ファンタジーとしての田舎を重視した繊細な制作が行われた。原作の舞台のモデルは特定の場所ではなく、原作者が幼少期に住んでいた土地や旅行先など多岐にわたっているため、テレビアニメ版でも同様に舞台のモデルを定めないことが決まり、東京都、千葉県、埼玉県、和歌山県、 新潟県へのロケ班が行われた。また、レンゲの挨拶、ニャンパスーは、アットのノリで、印象に残って、つぶやきやすい言葉をという理由から選ばれた。テレビアニメ化は2013年2月23日に発表された。同年6月27日に、村川理恵小祝いことり、桜彩音、明日見かならメインキャストが公開された後、同年7月28日には、 アニメ化記念ステージが秋葉原オークスでの MF 文庫 J の大型イベント夏の学園祭2013で開催されメインキャスト4人が登壇した同年8月27日には放送局がテレビ東京テレビ大阪テレビ愛知 ATX に決定したことオープニングテーマがナナンバーライプによる七色日和エンディングテーマが メインキャスト4人による、のんのん日和に決定したこと、ED 曲の作詞、作曲をザックが担当することがそれぞれ発表された。同年9月1日には、第1話先行上映会が3331、アーツ千代田で開催され、出演声優の村川と桜が登壇してのトークも行われた。のんのん日和リピートでは、 放送開始直前の2015年6月15日22日29日の3週に、わたって特別番組、のんのんびよりってなんなのんを放送した。また、ATX では、本編第5話より、各話放送後にメインキャスト4人による、ミニ番組、ダカシでのんびり楽しむのんが放送された。2018年6月28日にニコニコ、生放送で、 劇場版のんのんビよりバケーション特番なのんが配信された。同年7月14日にニコニコ生放送で配信された、おと泉の解説15年記念27時間、ニコ生内にて、劇場版のんのんビよりバケーション、エブラジオ、のんのんだよりバケーションな、魔放送なのんが配信された。同年8月12日にニコニコ生放送で、 劇場版のんのんビオリバケーション特番なのん。その2、が配信された。劇場版公開直前特番、劇場版のんのんビオリバケーション公開直前スペシャル。みんなで作って、みましいさーなのん。が、同年8月22日に、ATX にて、同年8月24日に、テレビ東京にてそれぞれ放送された。2020年11月22日に、 いいストリーミングで、のんのんびよりのんストップ放送前配信イベントにゃんぱ、すまつりオンラインなのん、が配信された。2020年12月20日に、YouTube で、のんのんびよりのんストップスタート、直前特番なのん、が配信された。第3期の放送直前特番、のんのんびよりのんストップ放送直前特番、のんのんびよりのんストップみんなで一緒に、おさらいするのん。 がテレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、BS テレ東、ATX にて2021年1月4日から7日に放送された。ナレーションは、小祝い小鳥。2021年3月21日に、ベつドカワあなみチャンネルで、第3期の最終回放送直前特番、のんのんびよりのんストップ春祭りな、魔法送なのん。が生配信された。 2021年3月28日に、ミックスボックスで、CD、ノンノンビオリ音楽の時間購入者への特別性、配信番組、アニメ、ノンノンビオリシリーズ OP、ED 主題歌集、ノンノンビオリデイズ特別性配信番組、ノンノンビオリ音楽の時間が生配信された。視聴者の間では田舎への憧れから絶賛の声や、聖地探しが起こった上、本放送当時に、 発売済みの原作単行本は、重版が決定した。また、ニャンパ数は、人気となり、2013年度アニメ、流行語大賞金賞を受賞した。テレビアニメ版自体も、秋葉総研が実施した2013秋、アニメ満足度ランキングで、第1位、アニメ。アニメ。が実施した、秋アニメ2013何を見ますかの男性で、 第3位をそれぞれ受賞した。また、これらの、ニャンパスー人気は、まだ、ニャンパスーが世間に浸透する前からイベントなどで、みんなで、ニャンパスといおう、という企画を推進していた若手プロデューサーの、尽力によるものだともニュータイプの日記放送開始での、インタビューで明かされている。オープニングテーマオープニングテーマは、シリーズを通して、ナナンバーライプによる楽曲が使用され、作詞。 作曲を、ナナンバーライプのキミコが手掛ける。エンディングテーマエンディングテーマは、区内レンゲ、一条ホタル、腰ヶ谷夏海、腰ヶ谷小まりによる楽曲で、作詞、作曲を、ザック、編曲を、松田明人が手掛ける。BD、DVD 外国発売 CD アプリウェブラジオ第一期、ノンノンビオリウェブラジオノンノンだより。ナノンは、 2013年10月1日から2014年2月25日まで、音泉と、ランティスウェブラジオにて配信された。毎週火曜日更新、全21回。2014年7月6日にニコニコ生放送、インターネットラジオステーション、音泉10周年記念24時間制放送、内にて、のんのんびよりウェブラジオのんのんだより。動画なのん。が、 動画配信された。テレビアニメ第2期放送に合わせ、ウェブラジオ第2期、のんのんびよりウェブラジオの、のんだよりリピート。ナノンが、2015年6月30日から2016年1月26日まで、オト・イズミと、ランティスウェブラジオにて配信された。毎週火曜日更新、全29回。2016年3月27日に発表された。 第2回アニラジアワードにて、ベストコインフォートラジオ癒しラジオ賞を受賞した。劇場版、アニメ、ノンノンビオリバケーションの公開を記念して、2018年7月14日に、ニコニコ生放送、インターネットラジオステーション、音泉イズミ27時間ニコ生放送内にて、劇場版ノンノンビオリバケーション、エブラジオ、ノンノンだよりバケーションな、魔放送なのん。が、 動画配信された。同年9月18日には、音泉にて、SP 回ノンノンビオリウェブラジオノンノンだよりバケーション。ナノンが配信された。テレビアニメ第3期放送に合わせ、ウェブラジオ第3期、ノンノンビオリウェブラジオノンノンだよりノンストップ。ナノンが、2021年1月8日から2021年4月2日まで、音泉にて、 各週金曜に配信された。最終回の第7回は2021年3月30日に、のんのんびよりウェブラジオのんのんだよりノンストップ。公開録音にノンとしてニコニコ生放送にて、公開収録された。のんのんびよりリピートに関するカテゴリー、劇場版のんのんびよりバケーションに関するカテゴリー、のんのんびよりノンストップに関するカテゴリー。ありがとうございます。